チャオ、あっちゃんです。昨日ちょっと数日前だけども、トランプ大統領が弾劾裁判で、圧勝しました。でそこのところでね、いつやったっけな、14日の日やったっけな、あっちゃんちょっと動画出したと思うんだけどね、トラさん大統領、トランプさん、大統領だからね、もう大統領じゃない扱いになってるからね、トランプさん無罪おめでとう、でもものすごい違和感、てんてんてんっていう動画を出したと思うんだけどね、ちょっとあちゃんそこにすごい違和感があってね、で、昨日の夜もね、お腹痛くて寝らへんかって、ちょっとツイッターを見とってんけど、なあ、ツイッターとかね、YouTube の人たちが、すごいね、トラさん、無罪おめでとうとか、やったとかって結構すごい喜んだはってね、やねんけども、そういう考察系やってる人、喜んでる人ね、一喜一憂してる人たちね、ちょっと前まで、ね、そのダークサイド側がいっぱい逮捕されたとか、これ前の動画でも言ったと思うけどね、そんな言ってて、ダークサイド側が逮捕されたとか、ダークサイド側も処刑されてるとかっていう話をしててね、もう弱ってるっていう話をしてたのに、裁判する余力そんな力あるんですかってあっちゃん思うよって言って話してたと思うんでね。それでね、昨日もね、ちょっとね、夜中にツイッターを見ててね、見てたらね、元記事どこになるのかな、どっかの記事やねんけども、弾劾民主党敗訴に、おじいさんとおばあさんが無意味に怒る。梅さんは民主主義の、脆弱、ペロペロばあさんは机を叩くって書いてあるんでね、ちょっと面白い記事を、ね、見てしまって、梅さんは、国民主義が、民主主義は脆弱だ、土曜日に梅さんは、1月6日の米国議会 議事堂違反の陽動したとして弾劾の記事で、トランプ前大統領の、辞任という上院投票を終えた。で梅さんは上院投票から数時間後に発表された声明によると、1月6日の事件と弾劾裁判の結果は民主主義の脆弱であると、思い出させるものと述べたって、彼はアメリカ人の警戒を怠らず民主主義が常に守られるように呼びかけている、私たちの歴史における悲しい章は、民主主義の脆弱であることを私たちは思い出されました。それは常に守らなければならない。私たちは常に警戒しなければならない。その暴力と過激主義はアメリカにはありません、と梅さんは言いました。そして私たち一人一人にアメリカ人として、そして、特に指導者として真実を守り、嘘に打ち勝つ義務と責任があります、っていう。でそれに対して、こっちのセリフだボケって書いてあるんだけどもね。それとあと、机を叩く、ペロペロばあさん。ペロちゃんは、上院が前大統領を無罪とした後、記者会見の、下院弾劾マネージャーを突然訪問した際に発言した。彼女は弾劾の結果に激怒しているようだった。彼女は何度もテーブルを平手打ちし、共和党の、臆病なグループとして、有罪判決に反対票を投じた上院議員を批判した。上院は弾劾記事で起訴されたように、米国前大統領である、回答者のトランプ氏は無罪であると判断した。永遠に無罪であるって判断した。それに対して文句言ってるっていう話やねんけどもね。でそれでね、まあ喜んでるっていうか一喜一憂した記事やなとあっちゃんは思ったんやけども、あっちゃんそれに対してね、ツイッターでね、梅さんとかペロちゃんが激怒、この人たち逮捕処刑されたんじゃなかったの、ゴムクローン、それはどっちが作ったの、光のシナリオ闇のシナリオ、点がありすぎて娘内でありんすって返したんやけどね、返したっちゅうかリツイートしたんやけど、点と点と結んで、そこに、矛盾点がなければそれはあちゃんは真実やと思うね、
で、数ヶ月前からずっとずっとで今年入ってからでも、いろんなところに米軍が入って、ね、TR-3 からプラズマ砲撃ったりとか、ワシントン DC の地下で爆発したとか、ホワイトハウスから子供が救出された、そんな動画はあったよね。でその中で、ダークサイド側の悪いことしたやつは逮捕された、でガンタナモに、ね、移送されたとか、処刑され、すでに処刑されている。で、就任式はゴムやクローン、確かに身長の差もあったし、顔も違ったし、同じ人が2人おった、 CG なのみたいなね。それとか、ホワイトハウスの窓の外が、トラさんの時は森やったのに、駐車場になってたとか、ホワイトハウスの壁の柄が違ったとか、で、ね、白紙の上にサインをしてたとかね。で、就任式よたよた歩いとったのに、階段一段飛ばしでスタッスタッスタッと走る、ね、梅さんがおったとか、いろんな情報を、その確かにそれは映像です、映像でその情報が出てるってことは、それは真実やと思うね、映像やから。で、ホワイトハウスの壁が空いてたとか、ホワイトハウスの、ね、ガラスに照明の光が当たってたって、まあ、ホワイトハウスのセットっていうのはあるからね、いっぱいいろんなところにね。でそこのところで撮ってるんじゃないのかなとか、で、まあ、そういう話がいろいろ出てるんね。確かにね、本当に SF にしても、巨編スペクタクルにしても CG とセットですごい映画を作る、ね、映画はそう、サイエンス制作のスクリーン、ダークサイドが作ったものです。だから今の映画と同じぐらい現実的なものを作ろうと思ったら作れるよね。そう思ったらどっちがの話か、ね、どっちのシナリオかっていうことやね。でもこれが本当に、考察系の人が光の側はもう勝利やって言って喜んで、トラさん無罪で万歳やった、これでって言ってるけども、なんでダークサイドがそんな元気に机を叩いてね、ペロペロばあさんがね、机をぶったたいて元気に切れるのか。あの人も80過ぎてんのにね、すごい元気やね。でね、梅さんじいさんもなんかね、そんなことを吠えてるっていうか、もうね、連邦国議会を動かすっていうことは、闇のサイドと光のサイドが議会で戦ってんのに、逮捕されてる人たちが戦ってんの。であんなね、クオリティの悪いゴムマスク、耳の穴がなかったり、首からね、地肌が出てたり、首のところがベロ乗りて、鼻ぐにゃ曲がってたり、鼻引っ張ってる映像とかねそんな映像があんねったら、そんなクオリティの低いマスクで、悪がみんなを欺けると思ってるのか、逆にね、処刑されたから悪側がクローンを出してきてるのか、そうか、悪側は悪だよって分からすために光側があえてそういう戦いを持ってきてシナリオなのか、そういうところにどっち側がやってるのっていうところの点と点が結ばれへんのよ、あっちゃんには。だから今考察系やって一喜一憂してて、でも、今日はね、あっちゃん、今2月の15日です、月曜日やね。で2月15日の、多分ね、現地2月15日っていうか、2月16日になると思う、日本時間のね、に、緊急、全世界緊急放送があって、トラさん復活するってすごい言うてる人おるけどね、ありえへんじゃないのかなって。それができるんやったら、できるじゃん、そうやったら、無罪とか有罪とかの前に、まずそういう弾劾裁判する元気も残ってないでしょ、逮捕してたら。ってことは逮捕されてないんじゃない、粛清されてないんじゃない。でもなんでゴムが出てくるのかが不思議やね。そこのところを考えるとよくわかると思います。ではまたね、バイバイ、よく考えてね。